guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、イングザルスをやっていきましょう。今回でございますけども、カイドウと戦える人物まとめ、やっていきたいなと思います。これね、ちょっと、俺、言わせてもらいます。まあ、コメントでも多々ありましたよ。とはいえ、みんな声を大にして、言えたものではない。そりゃそうさ。カイドウさん。あいつ嘘ついたべ。それもうはっきり言うわ。嘘ついたべ。俺と戦えるやつなんてそんなにいねえぞって言って5人ぐらいしか出てこんかったけどさ、まあ、持ってるっていうか持ってないんだよね。持ってないのよ。わかる。持ってるんじゃなくてついてる。お前他にもおるべやっていうのを思うわけよ。みんな思ってよ。あれすいません、英雄ガーブさんどこ行きましたかね。お前の横にいるババアどないしてんって多分みんな思ってん。もう俺はっきり言うよ、お前それだけじゃねえべやって。もう今回俺がこいついけんじゃねっていうのを並べていきたいと思います。これに関してはね、ちょっとねコメントでもねいただいてるんですけどもね、西野七瀬さんコメント、ガーブもカイドウと戦えると思うね、それな。本当にごめん。それな。ということで、まとめていきました。はい、カイドウと戦えそうなキャラまとめということでね、まず一人目いきましょう。お隣さんのババアね、ビッグマム。忘れんなや、どんだけ嫌いやねん。気持ちはわかるわ。ね、もうわかるわな、やかましいし。ね、もう入れたくないのはわかりますよ。はい、入れろよ。なんならお前借りあるべやって、どんな借りか知らんけどさ、そう考えると戦えるんじゃないので、ワノ国に入って速攻でバトってたんじゃないの、いい感じにね。まあ本気お互いに出したらなんかいろいろ差はあると思うけどさ、でそもそも武闘派集団でまとめてるのはカイドウさんだから、まあまあ勝てんだろうなってのもわかるけどさ、俺に勝てるやつは早々にいねえっていうのと、俺と戦えるやつは早々にいねえとかっていうところでもまたずれてくるというかさ、マモさん全然戦えるやんけ、勝てるどうはともかくとしてさ、そう考えるとあれれれれれれみたいな、マムさん吹っ飛ばしてるよね、大丈夫ですかねっていう風にね心配になるわけでございます。ということでね、まずはマムさんがここで出てくるわけでございます。ということで続いていきましょう。続いては黒ひげでございます。黒ひげに関してはね、まず能力富士、この能力富士もずっと言っておりますけども、クローズからの内部破壊のもうグラグラボーンぶちかましていく、これはさすがにカイドウさんでも効くと思います。まあ、ただね、カイドウさんはスピードが速すぎるんですよ。だからそれを食らう前にバコンをやっていく、クローズってやられたらそのまま座りながらのバーン言うてぶちかますんじゃねえのって思います。でそもそも頑丈なんでなんだかんだ耐えるんじゃねえのっていう風に思います。耐久力だけで言えば俺は白ひげのおやっさん以上だと思うよ。だってゾーン系じゃん。でも物理的な話だから、おやっさんも耐久力はすごい、でもゾーン系ので、さらにあんなゴリラが食ってるわけだから、カイドウさんの方が耐久力はあると思います。これはもうね、異論もクソもないと思います。何度も何度も復活するのがゾーン系なんで、そう考えるとまあなんだかんだね、普通にやり合ったら、まあ、カイドウさん勝てるんじゃないかとは思いつつも、でもいい勝負にはなるのかなと思いながら、まあ最終的には勝てると思うけどね。とはいえ戦えるよね。はい、戦えそうなキャラクターなんで、はい、戦えそうなキャラクターで黒ひげ。そして続いてガーブさんね、なぜ飛ばした。まあ英雄やぞ、なぜ飛ばした。まあもしかしたら、まあ老兵だっていう風に言っている白兵のおやさん、まあお互いなんだけど、ビビんなやっていう風に言ってるんだけど、そう考えるとまあそこと比べたらまだ若い方だからさ、全盛期ナウとね、退いてるって考えるとカイドウさんの方が強いんじゃないのって考え方もできる。でも戦えるよねっていうことで、ガープさんやれなかったのはずれてるのかなと思います。さすがに戦えるのかなっていう風に思います。そして続いてミホーク。ねえ、ミホークさん戦えないんですかね。戦えるでしょう。ミホークはもともとシャンクスとライバルだった、ライバルだったって考えると、それイコールやつ4校ぞ、4校のライバルだったんやで。で4校になってるやつに対して腕を落としたお前と戦ってもしゃあないんすよねって言っちゃうんすよ。はい、そういうことです。4校レベルです。シャンクスは戦えそうなキャラクターなんだよね。ってなるとミホークもそうだよね。なぜ飛ばした。っていうことでミホーク入りますよね。ねえ、ミホーク入ってきます。で続いてデデドンドラゴン、はい、モンキー D ドラゴン。まあこれに関してはね、知ってんじゃない、存在は。4校だからさすがに革命軍トップのことは知ってるでしょう。ねえ、まあ会ったことなければそれは知らんから、存在というか力をね。だから俺と戦えそうとは言わんかもしれないね。それはまあちょっと難しいけど、でも普通に考えたらドラゴン絶対戦えるよねっていうことで、一応ドラゴン。そして続いてゴローセイに関してはね、存在は知ってるんじゃない、さすがに。これで知らん
まあ、可能性もなくはないけどさ。でも、あそこまでね、パンクハザードの流れもあったりとかして、政府となんか繋がってるわけじゃないですか。だからそういうことを考えると、まあ、知ってんじゃないの？で、さらには、ロックス海賊団にいて、ロックス海賊団は直接政府をぶっ潰そうとしてるわけだから、そうなると、なおさら ね、知ってるんじゃないですか。五老星の存在。だって、まとめるに決まってるやん。これから戦う奴らの、まあ、戦力図としては、こういった奴らがいますよ。五老外たちがいますよ。っていうことを言って、あーってなるわけじゃん。知ってるよね。なぜしかどうした？そんな感じです。まあ、知ってようが知ってまいが、五老星もいけんじゃねえのっていうね。そして、ここからはね、彼が挙げている通りでございますけども、おでんさん。ね。おでんさんがおりまして、で、シャンクス、白ひげのおやっさん、ロックス、ロジャーがいるわけでございますけども、まあ、少なくとも挙げてる5人とは別で、6名はパッと出てきているわけでございます。6名ね、こんなに出てきているっていう風に考えるとちょっとねえっていうさ、でもっとこれひねり出したら、もっといるんじゃないのっていう風にも考えられなくもないよね。まあ三大将とかってどうなのっていう論にも至るんだけど、三大将はね、なんとなく俺は厳しいのかなと思う。はい、例えば赤犬さん、今まあ元帥になってるからちょっとそこを入れていくのはずれてると思うけど、ただまあ赤犬さんがすごい力は分かりやすくて、白ひげのおやさんともう病気の状態で、で満身創痍の状態の白ひげのおやさんと戦って、あそこまでボコられてるんですよ。簡単な話です。全盛期のゴリラと戦ったらどうなるのか、もうフルボッコです。はい、赤犬さん話になりません。でキザルさんどうなのか、キザルさん言うてあのスピードいかれてんじゃん、カイドウの。で、レイリーさん見れば上がります。レイリーさんは止めているんですよ。カイドウさん止めれないんですか？って考えると話は簡単です。余裕で止めれると思います。で、青切さんはどうなのか。まあ、青切さんもそれと同じ話だよね。ただ、能力的なところでどうなるのかっていうのは、また見ないとわかんないですけどもね。まあ、でもどっちにしても厳しいのかなと俺は思っていて、なんかイメージ的にはその、三大将っていうのは、なんかで、それぞれの4校クラスの2番手クラスだと俺は思うんだよね。例えば、マルコが、やっぱ、頂上戦争で大活躍して、それぞれの大将たちを止めたりしてるわけじゃないですか。キザルさんにしてもそうだし、青切もそうだし、で、赤犬に対しても思いっきり、爪での、っていう攻撃もあったりとか、まあなんかうっとうしいって言われただけだけどさ、だからそういったような感じでマルコクラスで大将を止めれる、隊長たちが頑張れば止めれるのが三大将。現に一応青キジを止めたのはいくつか。で、さらには、もう、ブリリアントパンク、ボーンってもうぶちかましている。ジョゼもそうだし、その青切さんに対してね。で、さらにまた、青切さんに蹴りをかましていく、マルコ。だから、そう考えると、青切さんはあそこではサンドバッグになりそうだったなっていう感じはあるんだけども。まあ、そういうこと。だから、結論としては、三大将は、2番手ぐらい。それぞれの4校の海賊団の2番手の力ぐらいじゃないって考えるのが、俺は一番それっぽい。それに、まあ、ちょっと、勝るかなみたいな。そんな感じ。感覚的には。もう、どっこいか、勝るかなっていう風に俺は思います。現にベンベックマン止めてるわけじゃないですか、キザルを。あ、もうそれに尽きると思うんですよ。だからまあそう考えると、そいつらがまあ4校ドア玉カイドウさんに勝てますかねってなると厳しいし、戦えますかねってなったら、もちろん誰でも挑むことはできるけど、多分ワンパンマンだよね。赤犬の場合はなんか謎なんで、耐久値があるからさ、意外とゾーン系も食ってんじゃねえのって思うぐらい、無限に立ってくるから、まあまあまあ戦えるのかなとも思うけどもね。戦えるっていう表現を彼はしてるわけだから、戦えるっていう風に言っていくのであれば、三大将も言うで戦えるよ。全盛期なんで今が、カイドウさんがどこまでね、やるのかを考えると、下手すると話にならずに終わる可能性もありけるという感じでございます。ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとまとめていくとね、あれれれれみたいな、まだまだ戦えるね、戦えるねっていうやつがいっぱいいるわけでございます。あっ、ウルージもいた。そういうことですよ。たくさんいるんすよ、戦えるやつはね。なぜ減らしたということでね、皆さん、ぜひとも、これはちょっとね、この闇を暴きましょう。コメント欄にぜひとも書いてください。こいつも戦えるっすよ。ダダンとか。ダダンいけるっしょ。ガイモンとか、アルビダとか。もうアルビダなんてね、ビッグマムと何ら変わらんやん。そういったところ。てか、なんならよ、なんなら。フュージョンはぁって言って、成功したものよ。デブマムとカイドウさんが合体していく。そうすると、あら不思議、アルビダの出来上がり。もうコンボ持ってんじゃん。雷鳴発見そういう感じです。アルビダもいけんじゃねえのってことでね、このキャラクターもいけんじゃないのっていうのは、ぜひと皆さんコメント欄書いてくれたらなと思います。以上です。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、あと、サブチャン登録よろしく。OK。そんな感じでじゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザラ。シートでピートした。また次回お会いしましょう。See you next time!
Yeah!